尊上堂は、幕末、尊皇攘夷運動で倒れた志士が祀られ、その肖像、遺木などが保存されている堂。明治二十年、品川八次郎が、吉田松陰の遺志を継いで建造したもので、現在は、京都大学校内にある。吉田松陰は、京都に、尊上堂を建てて、勤皇の志士を祀り、人々の心を奮い立たせようという志を抱いて、いたが果たさず、 安政六年十月門人の入江十一に託して軽視した。しかし入江も、また源氏元年七月の金門の変で死去し、松陰の意志は遂げられなかった。門人の品川矢次郎がこれを偶然知り、死の意志を果たそうと、明治二十年ドイツから帰国すると、京都高倉通西木工事に、尊上堂を建造し、勤労志士の礼を祭り、 死死の巡覧の資料、遺木、遺品などを収集し、祭儀を営み、一般の参拝を許し、収蔵品を観覧させた。しかし品川は、一家のものとするのを、潔しとせず、京都在住の有志から、保存委員24名を選定し、将来のことを委託したが、明治33年2月死去すると、 松陰が京都に大学を起こそうとした阻止に基づいて10月尊上堂を呼び、その収蔵品を京都帝国大学に寄贈することになり、1903年堂大学校内に新築寄贈をした。京都帝大では尊上堂のために春秋2回祭典を行い、後毎年秋に小祭りを執行し、3年ごとに大祭を修することとなった。収蔵品は、 大学附属図書館が管理し、特殊化に随時観覧させた。その後、尊上堂修造の寄贈資料は、大学附属図書館に、維新特別資料として、遺憾。尊上堂の建物自体は、幾度かの転編を経て1989年以降は、京都大学埋蔵文化財研究センターの資料室として、同大学校内における、埋蔵文化財調査成果の保存。 展示目的に使用されており、1998年に国の登録有形文化財として登録された。ありがとうございます。